1>, 1冊8000円で1万円分の食事ができる GoTo イート食事券去年11月の販売開始の時は大行列ができましたが GoTo イート食事券を販売しているこちらの銀行は密にならないようにこのように印がつけられているんですが去年のような長蛇の列は見られません登録している道内の飲食店は およそ7000店舗ありますが今回はテイクアウトとデリバリーのみで使うことができます行きつけの居酒屋さんとかでお弁当を出してるんでそれで使わせてそちらのお店の少しでも <laughs> 売り上げに貢献できたらいいかなと思って主婦としてはお得感が満載です飲食店の経営がより深刻化していることから が国に要請して決まった Go to eat 食事券の販売再開売り上げの4割をテイクアウトが占めるハンバーガー店ではこういう状況でちょっと非常にいろいろ意見はあるとは思うんですけれども今回また再発売することによってまた前のように利用の方が増えてきてくれればすごくありがたい。 食事券の販売再開に期待を込めて今日からお得なキャンペーンを始めたホテルもホテルの方で販売をしているテイクアウト商品を割引販売をあの一部の商品にあの始めることにいたしました牛ほほ肉のシチューやエスカルゴなどが詰まった10種の洋食弁当は通常3240円ですが食事券を使うと3000円に エビや粒が入ったこちらのお弁当は通常八千六百四十円が八千円。食事券の利用で六百四十円もお得になるんです。ご都の食事券があの千円単位だというふうに伺いましたので、え百円単位のあの発数が出ないように、えー、お求めやすくあの価格を調整いたしました。食事券の販売をきっかけにですね、少しでもあの皆さんにあのホテルの味を あの PR できたらなというふうに思っております食事券には前回販売した時の有効期限がそのまま印刷されていますが11月18日まで使うことができますはいこの GoToEat 食事券1冊8000円で1万円分使えるので2000円お得になります金融機関など430店舗で80万冊販売中ですえただし 利用できるのはテイクアウトやそのお店がやっているデリバリーのみですのでウーバーイ t ツや出前館など宅配専門サービスを介しての利用はできないということになります。 でちなみにですね、前回発売された食事券や今日から販売が再開された食事券にはこちら、赤いところですね、有効期限、えー、令和3年3月31日と書いてあるんですけれどもいずれも11月18日まで使うことができるということです。